ウォンカとチョコレート工場の始まり完全吹き替え版豪華なキャストがステージに揃いました今回私はヌードルという女の子の声を演じさせていただくのですがあのウォンカの相棒として精一杯支えられるよう私らしく演じさせていただけたらなと思っていまますす頑張りますよろししくお願いします。 お願いい、しますはい、あでも私はボイステストを緊張してたんですけどすごく嬉しかったのでルルンルンでで行ったんですよ <laughs> <あら> <laughs> <laughs> 結構楽しいままボイステストをやらせていただいてでヌードルっていう女の子の人生を想像しながら声を吹き込んでいくっていうのがすごく楽しくてで終わった後帰り道で。 落ちたらどうしようっていう不安がそこで押し寄せてきて <laughs> もうこの受かったよって言われるまでずっとドキドキしてましたなのですごく今嬉しいですそうですねあの私も小さい時から何かになりきって声に出して絵本を読んでみたりするのが大好きだったので声のお仕事をさせていただくことがすごく幸せですし今まで9年くらいビッシュでみんなと活動してきて その中でこう培った歌のこう心をつかんで何かを伝えるこう気持ちとかそういうふうに得たものも何かこの作品で活かせたらいいなと思って精一杯やらせていただけたらなと思います。ヌードル ヌードル思います最後ド最後にヌードルそんなセリフ行こもなかったです語尾 <laughs> <laughs> に全部ヌードルつくわけではないですよね宣言ちゃんとした宣言しましたヌードルちちさん何ですかこの世界見のきっかけはい私は小さい時からテレビが大好きでお母さんといつも見てたんですけどトンネルズさんと一緒に仕事がしたいっていうのが ちちっちゃい時の夢の夢始まりで,、うん、で,でテレビを作る人になりたいと思って、うん、実は裏方のお仕事をしたかったのが最初なんですけど表でこうやってエンタメを届ける皆さんを見てるうちに私もこちら側に来てみたいって思えるようになって表現してみたいって思ったのがきっかけで、うん、歌ったり今こうやって声の仕事を できるようになりました、うん。え、トンネルズさんとはご一緒、トンネルズさんとご一緒っていうのはまだされてない。これから。えっと、のりさんと一緒にああ、そうですラジオに出させてもらったり。あそうですか。うん、はい、可愛がっていただいております。やったー。やったー。や <laughs> <laughs> った。やや <laughs> ましい。ありがとうございます。<laughs> じゃあまずはティッチさんお願いします。はい。えー、今回私も初挑戦の声優ですが。 こんなに素敵な皆さんと一緒にこの作品を作り上げられることがとっても幸せですので、えー、夢を見ることの素晴らしさを皆さんに伝えられるように精一杯届けてまいりますよろしくお願いしますありがとうございますさあ、そして千と千尋ヒロチッチさん何でございましょうか、はい、じゃんん何何て書いてあるんですかイケオバイケオバ えー、あのおいくつでしたっけ <laughs> 秘密ですあ秘密なんだ秘密なんですけど、はい、おばあさんにはならないんじゃないんですか<の>いけてるおばあちゃんになりたいんですよ。あたくさん夢を見続けてこう自分の表現音楽やお芝居いろんな表現を自分でやり続けてかっこよくてかわいくていけてるおばあちゃんになることが私の夢なのでな、はい、いけおば なですはいなんか具体的にこんな人みたいな何なかあるんですか目標みたいに「いけ,いけおばあちゃんいけてるおばいけおば小野洋子さんが大好きなんですけど小野洋子さん確かにやっぱりああいうふうに世界を引っ張っていく女性がすごくかっこいいのでうん私もそういうふうになれるようにたくさん表現していけたらいいなと思ってますなるほど素晴らしい夢ですはい大丈夫ですか 少々お待ちください、今、ちょっと風の具合なども見ておりますよ、はい、そう皆さんのね、書いていただいた絵馬、夢書いてありますよ、t v スターって目立ちますね、やっぱなんかね、これ、あれ、t v スター、あれ、逆になっちゃってます、下を持つあえお世 <laughs> 田さんが t v スターになっちゃった。<laughs> 準備どううでしょうかちょっと待ってください、今。ちょっと待ってください、ちょっと、ね、チェックしますよ。大丈夫ですかじゃあ、じゃあこの後私が大空にバルーンを飛ばしてください。お願いしますって手を話してもらいます。じゃあ、皆さん、準備、おっ、風が強い、いいですかちょっと待ってください、風が、ちょっとこの風が収まってからしましょうか。では、いでは本番参りますよ。いきます。では皆さん 大空にバルーンを飛ばしてくださいお願いしますおー,あー <laughs> 飛んでた無事夢をのしたバルーンが大空に飛んでいっておりますどうぞ大きな拍手お願いします <laughs> いつか皆さんの夢が叶う日が 来るといいなという思いを乗せて飛んでおります <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> よろしいでしょうか、はい、青空に飛んでいきましたありがとうございます以上で映画ウォンカとチョコレート工場の始まり完全吹き替え版制作発表会見終了になります皆さんありがとうございました 右の方右の方皆さんが右の方、はい、まずちょっと右のエリアしばらくいただきます、ちょっと3分割させてください、どうでしょう、もうちょっといただきますよ、右の方のエリア、どうでしょうか。